はい、はい、どうも皆さんこんにちは、チョビです。今日の動画なんですけれども、今日はね、FIFA 20ちょっとやっていきたいと思います。はい、てことで、いつも見てくださってる方はね、お、今日 FIFA の動画なんだと思った方ね、いるかなというふうに思うんですけれども、ちょっとご報告みたいな感じになるんですけど、FIFA ね、22、購入いたしました。はい。まあね、結構いろいろね、悩んだんですけど、悩んだ末の購入って感じですね。なのでちょっとね、人並み遅れての購入みたいな感じにはなるんですけれども、まあちょっと今日の動画ではですね、ちょっと e フットボールをこうやり込んだ上での、こう FIFA の感想だったりとか、まあ、あとは僕のこの日はね、22の今日動画出してるんですけど、もう今後のね、活動みたいなところについて話していきたいと思います。はい。で、まあ、これね、試合に後付けで、まあ、コム戦のね、相手ビギナーで適当に試合してるだけなんですけど、まあ、それにね、後付けで声入れてるんで、まあ、ちょっとね、こう、作業用じゃないんですけど、雑談みたいな感じになるので、ちょっと聞き流して聞いてくれたらな、というふうに思います。はい。こんな感じで、じゃあ、まずね、こう、FIFA 22をやってみての感想なんですけれども、まあシンプルにね、めちゃくちゃおもろいです。はい。これまあ、やってる方はもちろんね、こう、知ってると思いますし、僕の動画見てくれてる方でね、まだ FIFA やってないとかね、FIFA かプレイ一度もしたことないよとか、だけどまあみんなやってるのは知ってるみたいな感じの方とかもいると思うんですけど、めちゃくちゃおもろいっすね。はい。で、もう本当にこうね、自分のパスが味方に、こう、本当に足元にスッと入る、自分のパスがしっかり味方に届く、もうそれだけでちょっと感動してしまうようなレベルですね。まあ、e フットボールをやったせいか、本当ね、こう、FIFA 軽く感じました。本当ドリブルもね、めちゃくちゃしやすいし、ロングボールもピタッと足元に行くし、もう本当にさっきも言った通り、こう、パスがね、多少体勢悪かったりとかしても、まあ、リアリティかって言われたら、こう、まあ、わからないんですけど、本当味方に通るし、ゲームとしてすごく面白いなっていう風に感じました。はい。で、まあ、そしてここからね、こう、まあ僕がね、これから、じゃあ FIFA の動画出していくのとかね、FIFA に移行するんですかとか、いろんな意見があると思うんですけど、ちょっとここのね、葛藤とかについても話していきたいなと思います。はい。で、まあ簡単に、まあこう、e フットボールをね、購入して、まあこういう風にやってる経緯についてなんですけれども、まあ、もちろん最近ね、こう、e フットボールが炎上して、FIFA にこう移行されてる方が結構いるかなっていう風に思うんですけど、まあ、僕はね、それでもこう、e フットボールとか、ウイリがね、好きで結構ね、配信とかでも見てくれはってる方ならわかると思うんですけど、まあやり込んでたりとかね、動画も出してとかしてたんですけど、まあ、10月28日にね、こう修正が入るっていうことで、まあ、その修正次第でね、例えばなんか技の弱体化とかね、こうパススピード上がったりとかっていう風にする可能性もね、あるとは思うんですよね。はい。で、それがあった時に、まあじゃあ今僕が強いって言ってるね、こうチャージングはじゃあ弱くなりましたとかってやったら、今解説動画上げてる意味とかがなくなっちゃうんで、とりあえず10月28日のアップデートがこう終わるまでは、少しね、こう、娯楽というかね、こう、息抜き程度でちょっと FIFA 楽しんでいきたいかなっていう風に思って、まあ、購入いたしました。はい。なので、もう僕はね、こう、FIFA に移行するっていうことはね、こう、ウイルがね、されない限りはないですし、まあ、11月11日の、まあ、メインモードですね、まあ、アプリでもありますけど、まあ、マイクラブ、まあ、クリエイティブモードですね、それが始まったら、もう、ウイル一筋、イフットボールをまあやっていくつもりでは今のところいるので、まあ、そこに関してはね、本当心配しないでいただきたいなというふうに思います。はい。まあ、そういう経緯があって購入したわけなんですけれども、まあ、正直 e フットボールに関してはね、まあ、いろんな動画でも結構とか配信とかでも話してるんですけど、まあ、僕はね、試合自体は正直ね、こう嫌いではないですし、まあ、こうそこそこ面白いなっていうか、まあ、こう面白く感じれる部分もあるんですけど、もちろんね、FIFA やり込んだ FIFA の方が面白いっていう方が今のところほとんどなのかなっていうふうに思うんですけど、まあ、僕の中ではね、ドリブルとかはまあまあそこそこおもろいかなって思ったりとかはしたんですけど、やれるモードがいかんせん少なすぎるっていうのが、まあ、こう要因の一つですかね。じゃあ、ま、仮になんですけど、本当にこう、あれがね、誰もが面白いっていう、思う神ゲーだったとしても、ずっとね、1ヶ月間、11月11日まであのゲームをやり込むっていうのは正直難しいのかなっていうふうに個人的にはま感じましたね。まあ、イベントとかもあるはあるんですけど、本当に2、3時間とか、まあ、1時間か、1時間でクリアできるような、イベントで、それを1週間ごとに更新されて、そのイベントクリアしたら 500GP だけもらえますみたいなね。どこにやり込み要素を見つけていいのかわからんって感じでしたね、正直。で、戦績もないし、レートもないと。ほんと体験版って感じですよ。内容がひどい体験版みたいな感じで、まあ、やっていて、こう、面白さを見出せなかったっていうか、やっぱり配信とか動画投稿していて、もちろんね、僕も有益な情報だったりとか、こう、皆さんに見てもらいたいなっていう気持ちはあるんですけど、まあ、第一にね、自分が楽しめなきゃ、こう、やってる意味ってないのかなっていうところも感じてはいるので、
まあ、そういった意味で今回ちょっとね FIFA をまあ楽しんでみようかなっていうかね、まあ、もちろん僕は eFootball 入りをね今のところやめるつもりは一切ないですし、動画もね上げ続けるつもりなんですけど、それまでのちょっとこう息抜きに、やってみようかなっていうふうに思います。はい。でまあFIFAについては、まあ、これ今ね、僕、ほんとコム戦みたいな感じで、まあ、クイックマッチみたいな感じでね、まあ、相手ビギナーみたいな感じで、ちょっと、こう、操作感試しつつ遊んでるみたいな感じの動画なんですけど、まあ、なんかメインモードのね、UT かな、アルティメットチームっていう、まあ、そのモードを僕ほとんど遊んだことなくて、どんな仕様かっていうのもね、いまいち、こう、軽く話聞いてるだけで掴んではいないんですけど、まあ、それについてもね、まあ、ちょっと配信内だけで、あんま配信外とかでやり込む気正直なくて、まあ、配信内でちょっとね、まあ、みんなと一緒に楽しめたなっていう感じで思ってるんで、よかったらね、まあ初心者っていうか FIFA やったことない方とか同じ初心者の方っていうのはこう一緒にね、まあ配信とか見ていただきながら楽しめたらなっていうふうに思いますし、 FIFA ね今やり込んでてめちゃくちゃ知識あるみたいな方はぜひ配信でちょっと本当一からなので、なんかいろんな強技とかね、こうおすすめの選手とかね教えていただけたらなっていうふうに思います。はい。てな感じで、まあ今日はちょっとねこう僕のね、まあ報告動画っていうかね、こう僕がまあ FIFA をこうこれからねちょっとやってきますよみたいなね、活動をまあ伝えた動画になるんですけども、なのでまあ雑談みたいな動画なので、まあちょっと面白くなかったかもしれないんですけど、こんな感じでちょっと今日はね報告動画にしたいなっていうふうに思います。はい。てな感じで、これからはねちょっと FIFA の配信とかもまあ10月28日までかな、もしくは11月11日までちょっとずつやっていこうかなっていうふうに思うので、皆さんぜひぜひよろしくお願いいたします。はい。てな感じで今日は以上にしたいと思います。それでは皆さんまた明日の動画でお会いしましょう。配信にもぜひね来てくださいね。それじゃあ、じゃあねー。